デビュー戦でトライもできて嬉しかったんですけど、まだプレーの精度にまだまだ改善の余地があるので、これからの練習で頑張っていきます。応援ありがとうございました。
そうですね、個人的にはデビューできて、そこでなんかいいパスもらえてトライもできたんで、まあ、すごく、まあ、みんなと試合できて嬉しかったし楽しかったです。でもまあやっぱチーム全体としてはちょっとまああんまいい結果にはなんなかったので、まあ、それぞれ修正して次の試合どんどん生かしてやっていきたいと思います。地元で試合することができてすごい嬉しかったし楽しかったです。試合通して前半結構やられてしまった部分があったので入りが良くなかったなっていう風に感じます。またいい準備して次につなげていきたいと思います。ありがとうございます。北嶺高校の子たちにはどんなメッセージをしたんですか？名古屋中部行き1110気持ちで絶対に負けるなって言いました。お客様What's this?